あ、じゃあいいですか。はい、お願いします。じゃあ無血戦争再開しますけど、今度は第2部という形で、ここに、まあ、訳したのってきたけど、今まで ここまでやってるから、半分とちょっとぐらいまで来てたんですよ。はいはいはい、で、残りが、あと4割ぐらい。第1部はその軍事用途としての歴史です、ね、をずっとやってましたよね。で、今度ガラッと変わって、ゲーム論的な部分に入っていく。まあ、原理とかって書いてますけど。で、それ終わったら最後に短い章があって、今の海軍大学校のゲーム的なことを終わるんで、それやろうかどうかまで悩んでるんですけどね、あんまり意味ないから、遊戯に関係ないしな、みたいな。まあ、ある意味今回のが一番遊びに関係あるかもしれませんね、というところです。結構痛いことも言ってますけど、ゲーマーに。で、まあ、進みますけど、今日はまあその途中までで、まず最初にウォーゲームの性質っていうタイトルで始まりますが、まあ、歴史の中で今まで語ったみたいにゲームっていろいろありましたよねと。で、まあ、いろんな役目を果たしてきたと。この遊びだったり訓練だったり予測だったりと、こう、まあ、細かいねクリックスピルとかあって、まあその辺は説明した通りなんで省いて飛ばしていますけど、でウォーゲームっていうのはシミュレーションだったり戦闘とシステムの分析だったり演習を含む戦闘モデルを指すものとして、つまり言葉の意味広いんだよっていうふうなことを書いてます。で、ウォーゲーム自体は防衛関係者の感覚だと、これは分析アナリストではないよと。で、ウォーゲームは当然現実でもないと、仮想現実かもしれないけど、あ、ちなみにこの頃まだ仮想現実って日本語でなかったんじゃないかな。ないでしょう、うん、だからその辺役にちょっと苦戦してるとかありますけどね。この防衛関係者の感覚では分析で ではない。防衛関係者の感覚では分析アナリシスト、アナリシストじゃない、アナリストじゃないよ。いやいや、文章が、防衛関係者のイメージするところの分析とは違うものだという。あ、そういう意味か。そういう意味、そういう意味。防衛関係者の感覚では、分析ではないということね。ちょっとね、こういうところ、役が、元の役が結構苦戦してる感じありますよ。で、まあ。分析じゃないんだと、ということ、ね。そうそうそう。まあ、実際そうじゃないですか、まあ。はい、わかりました。分析を元にはしてるかもしれない。浮かぶような気がします。で、軍事作戦の局面には類似するけども、抽象化されてるし、まあね、うん、現実の経験がない人には分かんないこと多いって、まあそれ書いてるあんたも現実の経験ないんじゃないのって言いたいとこありますけど、これ大体9割くらい現実の経験ないわけですよね。そうですね、それアメリカだってそうなわけで、これはもう否定ですね、うん、自己否定みたいなまあそれ言っちゃうみたいな感じあるけど、で当然そっくり同じものはリプレイはできないと、ていうか意味ない、そんなもの。でそれ乱数、例えばサイコロ振って出目で変えるとかいうのをやってもそれ再プレイじゃないよね、だから再現性はないですよね、一回やったもの。書き起こして リプレイ書いたりはできるけども、でここ大事なんだけど、要するに書き起こしたものをもう一回こう並べてってやってもそれって体験してることになりませんよね、ゲームをやってるって意味では。まあ、例えば囲碁や将棋に聞くとか並べて再現できるけど、それは自分たちがもうやってるわけじゃないじゃないですか、対局を。まあ、違うことやったんですね。そうなっちゃいますよね。なので2度の、まあ、この場合2つのって言ってもいいかもしれないけど、ゲームが同じプロセスと同じ結果になることはないと、仮にやったとしても同じゲームをもう1回やっても同じ結果は当然 出ませんよね、よほどのことがないとき。多分これ大ゲームじゃなくてユーロゲームとかでもそうでしょうけど、カードゲームだとどうなんだろうというのちょっとあるけど、で、まあ、大ゲームは人間の相互作用の訓練で、意思決定のシミュレートされた結果の相互作用が2つのである2つのゲームを同じことにすることを不可能にしていると。まあこれなんか同じことをもう一回言ってるだけなんですけど、でまあ、そんなことがあるで、大ゲームは戦争の問題を学習する解決するための万能薬ではないと。で技術的な調査を行うには他の方法道具の方が適してるだろうと、まあ、要するにアナリストですよね。それには大ゲームっていうのは別に適してるわけじゃないよと。じゃあ何のためにやるんだろう。いやだからこれ序論だからそうですよね。じゃあ何のためになるわけで、そのじゃあ 何のためにやるのは、今まずパーラさんは大ゲームの要素の分析をしていきます。でここではいろんなゲームあるけど、
アプローチが違ってても結局キーとなるところ要素って何だろうって話を言ってるわけですね。でこれは個人単位の一対一でやるゲームでも数百人 の国防省がいるような司令塔でも原則的に同じことだと、てか同じだから原則だというべきかもしれませんけど、でまあ大ゲームをやる上での必要事項というか必要なものってまず目的があると、どこの何やるかっていうやつですね。でシナリオがあると、まあ、これも当然わかると思いますけど、であとデータベース、まあ、データですよね。あとモデル、要するにこれがまあモデルがルールシステムみたいなもんなんですけども、でそれをルール化した規則があると、これルールでいいと思うんですけどね、まあ、規則って原文が原著が書いてあるんで一応規則と書いてます。で当然プレイヤーが必要だと、これもなんかちょっと書いてたかな、プレイヤーじゃなくてコンピューターで同士がやってもそれゲームになんないよねみたいなことを、てかゲームとはいけないよね的なことを言ってたような気がする。でまあ分析も必要だと、でまあいろんなゲームって大ゲームっていうのは全てにおいて目的を持ってると、でシナリオっていうのはゲームの舞台を設定すると、まあ、この辺我々は今更聞いてもああそうですよね、なんだけど、ゲーム内で勝利するとかそういう話ですか。まあ結局そういうことですよね。どういうゲームやってそこでどう勝利するかっていうのが、要するにゲームやって勝つの目指さない人ってほぼいないわけで、まあ中にはいるかもしれないけど、まあそうですね。最後に分析ってついてるのは、ウォーゲームは分析が必要だってこと言ってるんですかね。うん、そうなんですよね。例えば普通のボードゲームだとやって面白かったで終わりだけど、うん、で終わんない、まあ、あるとしたらちょっと感想戦的なもんがあったりするぐらいですね。こうしたのであなたみたいな話はまあ必ずやらなきゃいけないという、ね。大山は結局それは結構大事だみたいなことですね。やった後にレポートとか書くんでしょ。まあただホビーゲームでそこまで、まあ、ホビーゲームってのあるけどね。でシナリオいったのか。あで デザイナーはどれぐらいシナリオが影響するか、シナリオが影響力あるか十分。注意深く判断しなきゃならないと、つまりシナリオでガチガチに縛っちゃってもゲームとしてはダメだし、グダグダなシナリオじゃグダグダなゲームしかできないってことですね。でシナリオの記述っていうのは当然プレイヤーが各種要因、まあ、だからゲーム中に起こることそれがどうして起きるのかちゃんと理解できるようにしなきゃいけないんだけど、それ分かりやすくシナリオを書けよってことですよね。シナリオあるんやけどこれ一体何をどうしたいんだか分からないっていうのはまあ往々にしてあるじゃないですか。これ舞台設定ということですね。ええ、うん。なるほどね。あ、だからゲームシステムの方じゃないですよね、これ。ゲームシステムがあって、その中の状況設定とかのシナリオの方なんで。まあ、戦場がどこどこで。ほんで、あんまガチガチに縛っちゃうと同じことしかできないみたいな。そうですね。そういう感じですかね。でデータベースには当然プレイに役立つ情報がある、まあ、兵力やなんかですよね、まあ、多分マップもそうだと思うけど、でデータベースはプレイヤーが実際の状況の、要するにゲームやるときに合理的に得られるいろんな情報を明確にで簡潔に示してないとダメだ、つまりなんかいろいろ書いてあるけどよくわかんないなっていうのはまずいわけで、逆にといらない情報ってカットした方がいいわけじゃないですか。出てこない駒のことを永遠書いてもしょうがないし、とまあ参照用の表と数式からの一組のモデルって、まあだから戦闘結果表とかそういうやつですね。CRT とか、うん、まあいろいろありますけど。でこういった一組のモデルはゲームのデータとプレイヤーの決定をゲームイベントに変換すると非常に難しいことを書いてますが、要はそういったチャート類使ってでプレイ進めていきますよねって、で戦闘で起こる状況の決定ってそれで決めますよねってことですよね。イベントってだから戦闘とかだったりするわけで、まあ、その戦闘が実際の戦車の戦いだったり魔法使いの魔法の戦いだったりはしますけども、で当然そういったモデルっていうのは意思決定を扱うもんなので、要するにプレイヤーがガチガチに縛られるのはまずいよね、十分に柔軟でなければならないって書いてあるけど、もうこの程度ってのはなかなか難しいですね。難しいですね。あんまり柔らかくしちゃうと思うと、プレイヤーは何でもできちゃう代わりに何やっていいか分かんないところにも出ちゃいますしね、しかしこういったモデルがあるだけは不十分で、モデルを
適用する時期と方法についても必要な、規則とか手順、まあ、ルールや手順がなきゃいけないと、まあ、そうですね、手順分かんなきゃゲームできませんからね。でルールと手順はゲーム内のイベントの、まあ、戦いやなんかですね、順序立てるのを助けて原因と結果と左右と反作用の正確な演奏を交わす、まあ、要するにターンがあって戦いがあってそれを、ま、毎回毎回繰り返していくわけだけど、それをちゃんと分かるような手順書いてなきゃしょうがないですよねっていうふうに飲み込んでもらった方がいいと思います。たまにこれ、ね、分かりにくいゲームあるんですよね。このゲームどういう順番でやっていくんだみたいなのがいろいろ読んで、たまにか、どうして大昔は本当にこういうのがあったという、うん、ターンがあるとか書いてないけど、でもターンだけこれ動かないよねみたいな、確かにありましたから、でまあ、プレイヤーがプレイ中に適切な用途と質の情報をやるようにしなきゃならない、まあ、それそうですよね。これでも結構大事なことで、ウォーゲームの場合適切な量っていうのと質っていうのが大事なんですね。要するに情報全部やればいいってわけじゃなくてってことなんで、で次は面白いんだけど、プレイヤーが得られる情報には誤りを入れると、はい、でメールへの発送と新情報の到達に遅れが出るような導入を試みた方がいいということを言ってます、まあ、戦場の霧っていうことですけど、要は全部が分かるわけじゃないんだから、完全情報ゲームじゃないですから戦争って、あえて誤情報が入るようなミスリードを誘うようなことをやっといたのがいいよと川田さん言ってますね。よく出しました。でこの戦場の霧のシミュレーションを応援して暗室するのが最も困難と、まあそうなんですよ、それこそ塩梅難しいんで、でまあ、今ではもう40年近く前の今ではこうした機能が機械に割り当てられるようになってきてますよと。でだけど機械にやらせることができないのは何かっていうと、その要素が人間がプレイヤーだっていうことだと言ってます。それはそうですよね、人間がプレイするためにゲームがなくて、機械が2台やって勝手にやったらそれもう何だかよくわからない、例えばそれが人工知能だとしてもなんかそういう小説ありましたね、うん、時代はそっち行ってくれてますが、いや機械と人間なら成り立つけど、機械と機械ってそれはもう別にゲームとしてどうなのってことないじゃないですか、本質的に、うん、人間がやるもんでしょっていうのがとりあえずあるわけで、機械と人間はもう今いくらでもあるじゃないですか、同士をやらせてそれを分析するというのはダメなんですね。 ありますよね。それはそれで面白いけど、それ分析のツールになっちゃいますよね、結局コンピューターシミュレーション自体はそういうもんだけど、まあまあ、だからそういう分野では意味あるけど、それゲームじゃないよ、ね、いや将棋の戦法はね、機械同士やらせてやりますよ、ね、うん、解析はしてますよね、でいい手を見つけてはやってる、でもなぜか藤井がそれを破っちゃうという、そこで、ね、で、プロのゲームにはゲーム分析って7番目の重要な要素がある、さっき言ったアナリシスですね。で、ゲーム分析の過程っていうのは機構の一つでなし、観察をするっていうことでもなくて、まあ、洞察したものの総合と結果の確認の生し、要するにゲームをやってみて、そこから何をどう組み取って洞察するかっていうのが、まあ大事だよと。これプロのゲームにはって書いてあるってことは、うん、まあホビーでやる分には分析は特にいらないって言ってるんですよ、そのことは次の行に書いてますけど、あ、そうですか、失礼しました、ホビーゲームでさえっていうところで、あ、本当だ、分析に支配する、それはそうですね、それは皆さん感想を持ちますから、うん、あ、ここでこうすれば勝ってたかもしれないなとかって、いやそれはダメだろうとかもよくやってるじゃないですか、うん、まあだからゲーム指標になるんだけども、でもあとジェネラルのリプレイなんかでもやってますよねってことを書いてます。これ見るとホビーゲームはゲームデザインを批評して、うん、こっちのプロの方はそれを一旦受け入れた上で、そのプレイ自体を分析するみたいに思いますけど、はいはい、これでしたらこのゲームはこの辺が変なんじゃないのということはプロは言わないということですか。言わなくはないけど、まあ言わないでしょうね。ああ、言わないですね。それはそこを言っちゃうとあんまり意味なくなっちゃうんで。まあね、与えられた条件でどう戦うかみたいな話なんだろう、ね。これシミュレーションした結果ではこうなるっていうのはあるけど、だからシステムを作ってる人は多分その辺は検討するでしょうね。うん、なんか変だよねとか。そういうフィードバックはとりあえず置いといて、うん、
これをまず受け取ってプレイ自体を分析するという、ええ、そうですね。まあそうじゃないか確かにね、うん、なんかそんな関係のものが後で確か出てきたはず、うん、でここで一旦また別の分析になったら今度大ゲームレベルですね。ですね、まあちょっとここから先用語解説みたいな話になってくるんですが、まずホビーゲームではゲーム会社は戦略球団、戦術球団、作戦球とかまあいろいろそういうタイトルで製品を宣伝してますと、中にはグランドタクティカルゲーム、これを何と訳していいんでしょうね、大戦術球ゲームとか言うのかな、大戦術もう訳すとわけわかんなくなるんだけど、大げさな、まあ大げさって書いてますけど大戦略じゃん、うん、この前ホビージャパンのやつが復刻しましたね。おお、最近やってますねホビージャパン、なんかあまり評判良くないけど、復刻通が、うん、なんだっけタイトル SPI が出したやつ、ね、ホビージャパンが訳したやつが復刻しましたね。なんだっけタイトルがすごい12時間とかかかるやつ、うん、なんだっけ、まあとにかくそれどでかいゲーム国したってことは買う人がいるってこと、まあ2万円ぐらいなんで、まあゲーマーもう年寄りになってきてるから買えるでしょう全然安いと思いますよ。子供に手もかかんなくなってとか隠居してとかだと逆にお金使えるから、そうか、高齢化対策だったか、まあ全てのジャンルが今置いてきてますよね、うん、あのロックとかも、ね、趣味の世界みんなそうですよね。ロックだって今の若い人はロック聞かないし、逆に聞かないですね、うん、聞かないっていうか、まあ、聞く人はいるけど、その我々の時よりは、まあ、いないとは言わないけど、聞いてない、うんうん、若い人は何聞いてるんですか、何を聞いてるんですかね、まあヒップホップとかですよね、ネットでサブスクできるやつですね、うんうんうん、基本的にはだからその中にはロックも入ってるけど、いわゆる我々が持っていたようなある種のなんか、うん、濃い熱狂みたいなのがないっぱい、ハードロックとかパンクロックとかもう今、うん、廃れてますよね、うん、いやクイーンがあんな年寄りになってるってのもあるんだよ、それはそうでしょう、うまかったですよ、ドラムがうまかった、うまかったやっぱり、ボーカルもね、リクルートされてきた、うん、やっぱ趣味が年を取ってるんですが、日本が団塊ジュニア、我々くらい段階ジュニアの外下ぐらいのもう最後のボリュームゾーンだから、うん、っていうのがでかいじゃないですか、まあ、段階ジュニアって一応はサードさんぐらいが下で、ね、70年代生まれが70年代からまあギリチョン78くらいまでですかね、サードさんが79でした、80です、え80、ガンダムの最初のやつやった頃に生まれたってことか、だからまあ他の国に行けば全然違うんじゃないですか、やでしょうね、僕ね、X ジャパンでヒースって死んだわけですよ、うん、ショックを受けてパタが生きてるうちに行こうと思ってライブ行ったわけですよ、うん年齢層がすごかったね。X ジャパンだ。そうだろうな。年齢。みんなね、だからこう、うん、まあもちろん下の人もいるけど、基本的にすごい上で、だからバンドの平均年齢が見えないけど、みんな65以上なんだ、うん。あの上のやつ、ケンソーっていうやつ。でもバンドもそうだよね今。だから、まあだからアンチエイジングが見えないんだけど、65ぐらい。まあメインプレイヤー。もう私が住んでる高円寺にはそれっぽい人いっぱいいるけど、いや高円寺にはそういう人ばっかりですから、ね、高円寺って高円寺って自分が住んでる高円寺町、ああいやそれは分かります中央線それは分かりますけど、要はバンドライブハウスとかあるってことね、うん、まあまあ冗談は最高で、大ゲームはそういうことでしょ、大ゲームは結局そうだね、還暦くらいのウォーゲームだけが例外というわけではないってことですよね。ウォーゲームなんて全然こう、まあ海外の動画とか見るとみんな白が入ってるけど。まあいいや、ちょっと話を進めないとまずいんで、いきますよ。でまあ、ゲームのレベル分、要するにこれ階層っていうふうなレベルって考えてるのに、出来のいい不出来じゃなくて、一般的にはプレイヤーの士気のレベルと本位のレベル、要するにプレイヤーがどういう立場でやるかっていうことで分けてるよ、でそれが戦略級っていわゆる政治とか軍事の資源の割り当てなんてこういろいろこう差配するゲームだと、で次は作戦級で個々の戦いの、まあ、舞台どう動かしてどう勝つよみたいな、まあ、岡田さんが学生あたりにたまにやってるようなやつですね。ディーデとかさ、作戦級、うんうん、作戦級はね、はい、あれ個々人になってはないじゃないですか、駒に関しては、
はい、あのスコードリーダーとかやってないんですね。そう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 、あの戦術級をね、スコードリーダー覚醒ってできないと思う。思ってうん、いえ、でまあ最後は戦術級ですね。これも今更し、言うまでもないけど、まあ、戦術級の代表でなぜかハープーンを出してて、船が一隻で、まあ、ミサイル一発撃ってさ、どう動いてどう当たるかとかってやるようなとんでもない、まあ、とんでも系なんですけど、ハープーンはでもシミュレーションとしては割と有名じゃないですか。有名ですよ。だからゲームとしてどうなんだよってやつですよ。ずっとここでも話題になってる。で作戦編の代表だから第二艦隊って、だからなんでこういうもん取り上げるんだよって気がするんですが、でなぜか戦略級のゲームの例で太平洋艦隊というホビージャパンのゲームが上がってるというのが何なんでしょうね。あった、オペレーション台風だ、台風作戦。はいはい、あれやるんだ。台風作戦はもう頑張ってくださいとしか言いようが、400個限定で定価は18,000円。あ、でもあれ学生相手だったら人数いっぱい使えるからいいね。オペレーション台風はでもまあ意外とだからマップを広げるとこれぐらい多分、うん、3つだから A3 3つかだからこれぐらい。逆に岡田さんにそれ銃やってるのをちょっと拝見させていただきたいところですね。いやいや、単にゲームするだけですよ。いやいや、だからその学生がどういうふうな受け止め方してるのかなっていうのが興味あるわけで、あの重いゲームはやっぱ全然消化できない。そうでしょうね、基本的には。だからローゲームとかはもうコンポーネント作らせるところからやる。ああ、作らせるところ、ね、あのタクテクスのフロッグのやつとかをちょきちょき、はい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 、で切り張りして、まあ、今回ミスティックウッドをやったのでローゲーム、うん、それはちょっとマルチですけどね、うん、ミスティックウッドはでも面白かった、あのアバオフの大味なゲームだったけど、あれそうそう、このゲームは処理がダントツに重いので、重いですね。てかルールの読みこなし自体が学生わからないので、うん、少しずつ一つずつ続はどうとかそういうのをまあやっていくと、うん、まあ、僕もそんな詳しいわけじゃないので、こう一緒に覚えながらやろうねみたいな。ただこう生意気なことにこうメイデーとかだと簡単すぎるみたいなこと言ってね完成度わからないのに、ただコマを動かしてだけだから簡単すぎるとか言って、まあ大宇宙みたいな。だからね、こうでもよく考えたらこういうビッグゲームだって出てた頃はみんなやったのは中高生なわけですよ。まあそうですね、せいぜい大学生、うん、うん。だからそれがずっと年齢上がってきてるっていうだけなんですよ、うん、そのままこうね、そのままところで式に上来てるだけなんで、あれですね、まあレベルって話で切ってるけども、あでもオペレーション台風のマップじゃユニット800個しかないから、うん、そんなやつ800個しかって言っても相当なもんだと思うけど、うん、それさらっと言ってるけど、いやいや、だってユーロゲームやってる人が800個って聞いたらビビると思いますよ。やってすごいよな、うん、まあ、これは俺の子ですけど、あのフラストヘイブンのチェックをやったわけですよ、うん、めちゃくちゃ分量あって、うん、死ぬかと思った、うん、とてつもフラストヘイブンってあの RPG ボードゲームのシナリオ自体があのものすごい、だって100個以上あるんですよ、シナリオ100数十本あって、それのチェックと定価は4万円。まあ4万円なんだ、4万円ですね。まあでもシナリオ100本あるならね、うん、4万円安いぐらいだって、ちょっと13キロある、もはやそのレベルでこうゲーム評価するのが13キロ、だってクラウドファンディングで2億円ですよ、英語の、本当の重げだ。あで、ちなみにパーラさん書いてないけど RPG 多分戦術級なんですよね、大ゲーム的に言っちゃうと、あと MTG も多分戦術級になると思う。一応ね、 RPG はねその下の格闘級って言われることがたまにあります。ああはいはいはい、はい、格闘級、例えばガープスとかはね、うん、個人戦闘だからね、そうしてもらえば分かるんですけど、うん、まあスコードリーダーとかから来てるわけですよ。だからまあ大ゲームで戦術戦闘級に近いかな、だからそこまで言っちゃう、あんまりでもそういう言い方しないんでって感じありますよね、うん、私は言うけどね、うん、アルンヘム教習が欲しいんだけど、もう私も欲しい、2万円ぐらいするんですよ、常に2万円するのが欲しいんだけどな、まともにやったことないんだよね、まあ、いやそんなこと言ってると切りないからで次の分け方が複合レベルってやつですね。で何かっていうと、要するに作戦系だけど戦術もできるよ的な、まあ、そういういろんな組み合わせしてることを言ってるんですけど、でこういうのってアブハチ取らずになる可能性があるよなって、まあ、そうだよね、2つのレベルも一緒にやるとどっちかどうしても
うまくいかなくなる、あるいはくっつけたらなんか全体的に変な話に、まあ、合成の誤謬が出ちゃうっていうのがあるんで、うんうん、よく考えたらすいませんまた話が戻って申し訳ないんだけど、フードチェーンマグテイトが売れてるんだったら問題ないんじゃないですか、あのオペレーション対応も、まあ考え方ですよね。そのいやウノゲームって そんなになんつうんでしょうね、本館の部分の仕組みが多いわけじゃない、多いっていうか種類数がいっぱいあるわけじゃないので、うん、慣れてれば別に多分そんな難しくないっていう考え方あるんですけど、そうですよね、日本語から英語覚えるの難しいけど、英語から船底って覚えやすいじゃないですか、変な例えだけど、あここがこう違うんだよねみたいな感じで覚えていっちゃうと、まあ、発音がミスだけど、それはどのゲームでもそうではありますよね、うん、あのそのメソッドをね、うん、こう飲み込んでいるかどうかっていう話で、まああのおもげだって婚活で5時間のゲームやったから怒られたっていう記事が流れてきてる、あ、ね、なんなんだそれ5時間は普通じゃないとか思うわけです、うん、てかそこでそういうことやるか、5時間のゲームがつまんなかったら椅子蹴りますよつまんなくなかったっていうから、5時間のゲームやってつまんないってあるから困るんだよな、5時間のゲームやったんじゃなくて5時間分単にフリータイムを使っていくつかゲームをした、まあ、いくつか婚活で会った人に会った人にいきなりボードゲーム趣味ですけど、じゃあデートはボードゲームカフェ行きましょうって言ったところで5時間ゲームやらされたっていう話で、それなんでその人は付き合ったんですかそんなことにだからちょっとやるくらいだと思ったんですよ、そしたら5時間やらされてっていう話なんですよね、5時間付き合っていたもんだね、相手を見て時間は決めるから、でもこう素人を誘って10時間ぐらい付き合わせたこともあるから、僕は人のことはいないでも婚活となるとまた違うと思うけどね、ボードゲーム見えない人がいるわけボードゲームがいかに裾野が広がってきたかっていうね、そうしじゃないと思うな多分だって婚活のネタになるぐらい、まあまあどうなんでしょう、うん、他の趣味でも同じでしょ、じゃあ山に行きましょうとか言って登山好きな人もなんか行きないんでよくわかんないな、山に連れてくとか、なんかあるわけでキャンプに行きましょう、それで無謀だと思うけどね、一部の人は目覚めてしまいますよ、まあ、まあならいいけど、ね、ボードゲームも同じですよ、一部の人は目覚めるけど大抵の人は嫌になるわけですよまあそれはそうだね、じゃあちょっとトランプやりませんかっていきなりブリッジまともにコントクラフトブリッジやったりすればいいよ、ね、脱線するんやけどマナーミステリーがひどいことになってるじゃん、なってるんですか、だからマーダーミステリーを商標登録しようとしてる、あれなんか私はあれでしょ、いいんだけど、うん、やってるやつが怪しくて、あれは怪しいですね、大体商標登録しようなんて怪しいやつしかいないじゃん、 YouTuber と組んでなんかね、そうだからあれでもマダミスは一つのなんかあれを超えましたね、超えちまった、ね、メジャーな方に行ったね本当に、うんうん、メジャー人狼並みですよ、人狼もなんか怪しいやつがなんかやってるから、人狼はメジャーだよねもう今や、だからこう YouTuber のヒカルとかにプレイされてやりたくなるのって言うと、なんかやりたくなる人がいるんじゃない、小学生とかやりたくなるやりたくなるですよ、やっぱり全然もうリーチが違うと思いますよ、うん、だからそれってあの広がらないのに欲しいみたいに言われる人がいるんですよ、まあそれはそうでしょ、それは仕方ないでしょ、それはこれはもう俺の方がもともと好きだったのにみたいな話でしょそれも仕方ないでしょ、うさんくさいですけど、流行るということはもううさんくさい、そういうもんよ、うさんくさいやつが金を求めて群がる、群がってくるという話で、じゃあ流行らない方がいいってことになるそれもまたね、じゃあちょっと戻りますね、ここからちょっと人生訓にも使えるんで、戦術に長けたプレイヤーは守備一貫した回戦計画の結果だったらゲームを失って負けるっていいんですね、でまあ、プロのゲームとかここでよく指摘があるという、いやちょっと局面局面見すぎて全体がダメでしょうみたいな、はいはいはい、人生訓でもあるじゃないですか、毎日毎日こうすごいうまく行動して説明が1年通したら全然ろくなこともならないというか、まあ、そういうことです。で次はプロのゲーム、プロのゲームいろいろ、まあ、全世界から戦域から、まあ、作戦とか局面戦術ですね、いろいろあるとレベルが、うん、まあ世界戦略的というのは、まあ、まさに国家指導者の立場でいろいろやってみると、でこれ人がいっぱいいるよと、で次は戦域で、まあ、太平洋とかヨーロッパとかインド洋とか地中海みたいなやつですけど、これはもうちょっと下の部隊指揮官の立場が、まあ、部隊指揮官といっても大将とかそういう偉いさんの方ですけど、で、まあ、戦略というより作戦追従層に近いよねと、
まあ、これって予見しえない困難とか予見しない回答を見極めることの場になってみようと、要するにやったらなんか事前の予想と違うことになっちゃってるじゃんみたいな。さっき言った草場さんの、そのだからシステム的にどうなのってこういうところで出てくるわけだよね、システム的に。でその次は戦術的局面の話でね、個々の戦いのシステム的にどうなのっていうか、あそっか、俺もさっきいなかったのまだ、すいません、いない、うん、いやいやいや、要するにプロのゲームやるときにそれ公表したとしてシステム的なとこって意見出んのみたいな話がちょっとあったんで、要するにシステム違うんじゃないみたいな、結果とか、あの、なんていうの、経過みたいなことじゃなくてね、うん、あのこれはこのルールのここはいけないみたいな意見はプロは出ないのかなみたいな、まあ出るんじゃないかな、そうじゃない、うん、基本それはなんかレベルが違う話であって、出るとしてもその場所ではないという話で、感想戦はとりあえず目的が違うからですよね、うんうん、それはトミーゲームでもあるかもしれない、まあね、それでまあ定性的な結果とか定量的な結果っていうのは他のものよりバランスを取れると戦術級は、で当然他の2つ、要するに作戦とかもっと大きな全世界規模のものをやるよりプレイヤーが行う回数も増えるよねと、その代わり戦術級のレベルっていうのは正確なデザインが難しいと、うん、でもし仮に適切にデザインされてやるんなら、いろいろこう有益な隠された過程を見極めたりできると、あと潜在的な問題でもあぶり出せると、うん、いうふうに書いてます、では次に今度他の分類方法、まあ、こういった今までのやつに比べて、評価活動のモードとかプレイヤーとかプレイヤーのサイドの数とか、要するにマルチのことですね、数って、まあ、1人用ゲームもあるし2人用もあるし、それ以上の、まあ、いわゆるマルチもあるという話なんですが、あとプレイヤーに課されるという情報制限の話、まあ、これもちょっと後で説明します。あとゲームの様式とかゲームの装置に分類できると、まず評価の話、評価のモード、まあ、商品における精細さとか自由な評価方法、うんたらかんだらって書いてあるんだけど、そういったものは使わないと、要するに、まあ、例えばここにいる人間が何かゲームを与えられて、まあ、今会社とかでの研修とかでよくあるじゃないですか、事故の対処どうするとか、そういうの、そういうのっていうのはもう戦闘開始用とかそういうものはなくて、もう本当に討議でどんどん進めていくわけですよね。まあ講師の人が大体こう、じゃあ今度こうしましょうみたいなやったからだけど、まあそれがアンパイアなわけですが、要するにアンパイアの能力と経験で進んでいくけど、それだけに自由なゲームだと。でその対局に言うのは厳格なモードのゲームで、正確な式のモデルが中心となると、まあ小難しいこと書いてあるけど、システムをカチカチに出して、個々の戦闘とかもちゃんとサイコロ振って戦闘結果の結果適用してみたいなことをやるわけです。で驚くことじゃないけど、最低のホビーゲームは自由な方法の方をやりたがると、信用するって書いてあるけど、でアンパイアの評価のためにその両方も落ちることもあるというか、まあ、大体その2つが入るんじゃないかなって気がしますけども、と思ったら混合したアプローチが増えてたってはっきり書いてますが、あと次プレイヤーの数、まあ、大体のウォーゲームとは対抗形式だと、まあ、1対1ですよね、まれに2対1とか3対3とかになることもあるけど、でもそれ基本的に1対1ですから、でこの形式はチェズスの前からホビーゲームの主要商品であったと、まあこのチェス以前って何言ってるんだろう、ね、多分囲碁のことだと思うんですけど、まあ1対1でゲームやってましたね。だからチャトランが入ってないんだろうなという、あれ入れちゃうと1対1じゃないよねになるから、で純粋なプロの軍事ゲームとしてもこの形式は人気があると、ただしプロのゲームでは搭載部と呼ばれるアンパイアがいないチームが存在することが多いと。搭載部ってことは、あの搭載部が細かいところでルールがちょっとよく合わないとか、いろいろ、まあ、あと戦闘の結果とか選ぶんだけども、片方のチームにそれがいない、あえていないことにして情報の制限を課してるってことがあるんだみたいなことを多分言ってるんだと思うんだよね。で3つ以上の独立した活動的なプレイヤーのチームを持つ複数サイドのゲーム、あのマルチプレイヤーズゲームって一言でいやいいもん説明するとこんなに面倒くさくなるんですね、で外交または政治軍事のゲームに多くやる、まあ、これ私中入れたけど、ディプロマシーとかマキャベリーとか踏んだってそうですよね。
最近だと何なんだろう、まあいろいろあると思いますけど、プロでもこういうゲームは結構やるってことですか。プロはディプロマシー系のゲームはやりますよね、外交のシミュレーション的な意味で。ディプロマシーっていうのはもともと何がモデルで作ってるゲームなんですかね。あれ何がモデルなんでしょうね。外交のやり取りをすごい簡略化してるのは確かなんだけど、ピアスゲーム的な発想があるっていうことはないんですか、うん、ないんじゃないかな。トロハマーのインタビューって結構あるから、あされば多分語った内容が出てくるとは思うんですけど、うん、参考にはしてるのかな。一応どうでしょうね。どうなんだろうね。やっぱりそういう才能なし聞いたことはない。さすがに無からできたもんではないと思いますからね、うん、あれいきなり無から作れないよね、うん、だからディプロマジーってすごくウォーゲームの流れからすると変わったゲームじゃないですか、うん、まあ潮流別ですよね。その潮流突然横からポッと出てきた感じありますよね。あの典型的なフォロワー作品ってないし、うんうん、じゃあそれ以前にああいうゲームあったかっていうと、シミュレーションゲームの範疇だけじゃなくてボードゲーム的にも非常になんか、ね、うん、不思議な独立法みたいな、うん、デザインになってますよね。それこそマルチプレイヤーズゲームの元祖だしね、うん、確かに。なんだっけ、これ調べれば一つ論文書けるネタで、調べられればね。モノポリなんかも複数人数でやるけどディプロマシー的な対抗ってないですもんね。ないですね。あれはスゴルコを複数でやってるようなもんで、まあ、モノポリもまあ交渉ゲームっちゃ交渉ゲームですけど、うん、ディプロマシーほど苛烈じゃないですから、うんうん、全然買うか買わないかぐらいでしょ。モノポリディプロマシーって交渉に特化したゲームですからね、極端に言うと。あれあんまり特化しすぎないからマキャビリでちょっと運の要素を入れたりしてるわけで、逆に言うと、でもこういった広範囲の資材における多元的な関係の研究ができるためにマルチプレイヤーのゲームはまあまあ三方大学と、でこういったものの対局は当然ソロプレイゲームで、ホビーゲームはこのソロプレイのゲームいくつか知ってますと。ここはアメリカでもそうなのかって、ね、ボードゲーマーは対戦者見つけるのが難しいのでタイトルゲームはソロプレイやってると。まあね、いやそうだね、アメリカはほら面積も広いからいや日本もリプロはね郵便でできるけどね、ボードゲーム郵便で大変すぎるもんね。今はマサルとかあるんで、うん、今はね、まあ、パソコン使ってソロプレイとかあの対戦とかやってますけどね。でまあ、それと別に純粋にソプロゲーム作ったゲームもあると。ただこれは稀だよとなったんだけど、パソコンが出たんで状況変わりました。後でもソリティアゲームが出続けてるのか分かんないんですけど、あ、うん、いややっぱりあのプログラミングするより早いってことでしょ。それかテーマが早いかな。テーマが、うん、コンピューターゲームでは、まあ、絶対的に回収できないようなマイナーなテーマとか、それ物理で作っても回収できるでしょ。ねえ、趣味で作ってるようなもんなんでしょ。それ物理で作っても回収できない、うん、まあ回収はできないだろうけど、うん、だからあとはそのやっぱりこういうスタイルがいいという、うん、完全に再現できるものをアナログで続けるゲームっていっぱいあるじゃん。ソリティアのボーゲームって特に今も出続けてますね。出てますね。あれはなんかすごい文化、うん、まあ多分コンピューター痛めんでいや多分そのじゃあその辺のユーロゲームでクソみたいなソロプレイのルール入れるやつらに言ってください。そうじゃないですか。から入れてるわけですよ多分、ね、すごいですよねソロの要件って。ちなみに日本じゃあんまり売れてないよね。そう日本じゃあんまり売ってない。アメリカ人の何かが違うとしか言いようがない。2人用のやつを1人でソロしてる勢が結構いるわけですよ。だって今これでソロゲームできる時代にさ、なんで、ねね、なんでって話だよね。動かしてるさあどこまで本気でやってるのかよく分からない、うん、最適解を互いにやってるのか、こういうふうに。ああ、そっか、パズルとしてやってるってこと？まあ、一種の。いや、パズルというよりは、パズル、パズルじゃなくて、こう、いや、じゃあ久々に揃ってみますかみたいな、生活の一部みたいな、そういう感じで、このゲームのブログとか見ると。揃ってみます。とりあえず、揃ってみました。まあいいや、そこ話進みそうもねえから。うん、はい、じゃあ次情報制限という風になってますね。これ開放的ゲームと閉鎖的ゲームって2つ分類してます。パーラさん、
これ完全情報ゲームと完全情報ゲームとかそんなこと言いたいんだろうけどってやつ、開放的ゲームってプレイヤーそのお互いの兵力とかその駒の能力全部知ってると、将棋なんかもだからこれですよね、開放的ゲームですよね。これ完全情報と不完全情報と何が違うんですか。そうだから何が違うんだろうと私も思うんですけど、こういう言ってはこう言ってってことね。そう、はい、で次は閉鎖的ゲームで、まあ、その逆ですよね。プレイヤーが仕入れる情報が例えば駒裏にして数字が見えないとかそういうやつですね。まあ戦場の国の再現だよって言ってます。で閉鎖的ゲームっていうのは情報依頼範囲を狭めれば狭めるほどパソコンの助力が必要になってくると、うん、まあこれでもありますよ、コンピューターゲームでいっぱいこういう、うん、いやだからファイアエンブレムとかでもありますよ、うん、マップによっては相手が隠れてね。でまあ極論するとパソコンの支援なしで本当の制作ゲームではプレイできないよと。それはそうですね。それはそうですね。あとは別のシステムになっちゃうね。そう。で次は携帯、今度もう一個大きな分類の仕方でセミナーゲームとシステムゲームというのが考えられると言ってます。セミナーゲーム、まあ要するにもうここにいらっしゃる皆さんよく知ってるでしょうけど、会社の研修なんかでやるようなやつですよね。まあ、与えられた行動をいろいろやってみて、ね、まあ、講師がいろいろ討論してさせて、最終的にこういう結論を出すのがいいよねってやってるんですよね。それこそこの間、イタルさんがやってた本もあれそうですよね。いや、でも、ね、かなりゲームですよ。イタルさんが扱った、授業でやる。そう。これ多分それよりもっと自由度高いですね。これだとおそらく多分それもいろいろバリエーションっていうかグラデーションあると思いますよ。自由度の高いから低いまで、まあ書いてるけどセミナーゲームは大部分が開放的ゲームとなると。でまあ研究とか議論とか学習がむしろホビーゲームより大事じゃないみたいなことが書いてます、ね。まあ教員としては普通にただやらせる時もあるし、うん、ある種の方向性を持ってやらせる時もある。はい、それは何をさせたいのか、何を学習させたいのか、うん、何を議論したいのかによって変わってくる。それはシステム面でもあるしテーマ面でもある、うん、両方ですね。セミナーゲームは割と典型的な協力ゲームですよ。どっちかというとボードゲームの、うん、あんまりなんていうかここで書かれてるほどなんていうんでしょうね、ビジネス感はないです、うん、だからそれこそスペースアラートとか、うん、ああいうゲームにかなり近いです、うん、なるほど、うん。じゃあ怪しいなんだっけな、つまなんとかとかではない。あれはだってそもそも協力ゲームじゃないでしょ。じゃあ何の役にもつかない、単に単高い金だってゲームやらせてるんだけど、うん、まあまあそれを言っちゃうな。あんまり面白くもないゲームを高い金を出してます、うん。でもう一個はシステムゲームですね。これはまあホビーゲームの大部分のことを要するに言ってるわけですが、議論して決めていく代わりに組織された分の基礎が、要するにルールがあって手順が決まっててそれを追ってやっていくと。それ閉鎖ゲームってわけでもないんだけど大部分は閉鎖ゲームの要素が入ってますよと。なんかパーラーさんね、日本語訳が悪いせいもあるんだろうけど、簡単なこと相当難しく言う気があるんですよ。確かにそういうとこある、訳語もなんかこう機械的に入れてるだけだと思うんで、組織化されてオーガナイズスペシャルって言っちゃえば簡単なんですよ、うん、おそらく、ね、多分それの訳なんですよ。多分ゲーマーは英語のできるゲーマーをしたらもっとこなれて読みやすくなんだろうなっていうのは端々に私感じるんですけどね、うん。でセミナーゲームの場合審判自由に振る舞えると。システムゲームの場合は審判が厳格というより審判自体大体いないでしょうというのもあるんだけども、ルールそのものが審判、そうですね、まあ、あえて言うのはそうですけど、でまあ、プロのゲームの間で自由な審判と厳格な審判はこの間にいろいろ長いこと論争してるんだけど、どっちがいい的にセミナーゲームの方もやっぱりそれあるよねと。セミナーゲームとシステムゲームどっちがどれぐらいいいんだという論争というのは、まあ、あったらしいと。日本だとあんまり聞かないですけどね、この論争って。でまあ、コンピューターゲームが増大してきたんでシステムゲームの使用増大の経過が強まったと、って話なんです。で、まあ、必要なオペレーショナルデータの不足はセミナーゲームのギブアンドテイクのこういうの見方ともあると、でまあ、どちらの最後の提案書もどのアプローチによってメリットなことを見落としがちだと。要するに論争してるけどお互い自分の主張するけど相手の言ってることにメリットあるってことは見ないよねっていう、まあ、ありがちなことを言ってまとめて。であと次手段、
何も用意されるゲームやることはちょっとできなくはないかもしれないけど、ほとんどのゲームというのはデータとか、まあ、コマとかですね、兵力の位置とか動かし方とか、あと対抗兵とかの総合戦、戦闘になったらどうするみたいなことは道具がいるしって話ですね。まあチェスだってコマとチェスもあるでしょうみたいなこと言ってますけど、で代表的なホビーゲームだと200個ぐらいのコマと数百個の六角形のグリッドが書かれてそのヘックスがあるマップ使うよと。まあ200個ぐらいはっては普通です。まあこのまあホビーゲーム、うん、まあね。まあまあねえだよね。ただまあホビーゲームというこれ90年ぐらいの本ですよね確か。うん、90年代、というその時代背景を加味する必要はあるとは思います。だってそれこそ90年ってエイジオブレスタンスが93年ぐらいですよね。で、うん、なんだっけ、ボーグのなんかでっかいゲームが90年ぐらいでしょ、リチャード・ボーグの、なんて言ったっけ、アバロヒルの。サバさんは何に引っかかってるんですか、200個っていうのは少ないと。多いんじゃないかな、うん、そうそうそう。だからホビーボーゲームってことですよ、他にホビーゲームないんじゃない。だからホビー SF ゲームもあるんですけど、でもホビー SF ゲームもそれぐらいありますからね、全然。規模的には同じような、同じようなものだ。バロンヒルのゲームっていうと、まあ、これぐらいありますよね、うん、やっぱこれをちゃんとやると3、4時間くらいかかっちゃうんだけど、まあ、ここは当然 SPI みたいにちょっと狂った会社のことは入ってないと思うんで、うん、まあ、もっと少ないのは一応その GGW の90分シリーズとかもうちょっと少ない、うん、100個以下あんまり少ないと逆にやりづらい。うん、あ、なるほど。その少ないとスタックして戦力費を出してくる、うん、いや、まあ、あるよ。なくもないですけどね、少ないゲーム。ちょっとタクティクスのおまけゲームなんて本当そんなもんだし、結構あるんですけど、うん、少ないのはやっぱあんまり少ないと見栄え的にもがっかり感がいろいろと、でまあそんな感じで手動のゲーム、もうこの言い方からしてそうですけど、手動のゲームが数百年間大ゲームの標準だったと。大ゲームの標準というかゲームの標準でしょっていう、もうこれおそらくチャトランガからずっとのこと言ってるはずなんで、で第二次大戦後コンピューターが使えるようになったと。で最初はプロが使って、その後にホビーゲーマーが追いついてきたと。これはまあ散々やりましたね、うん、でコンピューターを使用するようになった結果、数百のインチでハンダースの情報経過を維持できるようになった。要するにコマが多くてそのに対する情報が多くてもちゃんとできるよと、うんうん、でその先駆者というのがまたいつも出てくるランド研究所ですよと、うん、本当にランドの回しもんじゃねえかって言われて、でランド研究所の戦略評価システムっていうのは、まあ、人間のプレイヤーが双方にいてっていうのをコンピューターソフトに置き換えようとしていますよと、今の現在でね。これ結構ね、先走っておいて AI の話も始めてるんですよね、実は。まあ、人工知能って書いてますけど、90年ぐらいって考えてた。80年代の AI ですよ、ね、AI の研究もされてるんだけど、でも日本じゃまだ AI のエノジーもない頃に、いやでもね、ディープブルーが勝ったわ。あ、大学レベルはですよ。というかその AI って何回かそういうそのなんかあるじゃないですか。これ第二次ブームの頃なんです。はいはいはい。ディープブルーが勝った頃。いや、勝ったもんね。そうなの。もちろんやつです。もちろんやつです。まだそういう時代は。ディープブルー勝ったのが97年とか8年ぐらいです。あ、そんなそうですよ。かなり後ですよ。後だっけ。いや、それの前だけど、でもその前もなんかちょっとコンピューターが出てきて。プログラムが結構凝ってきて、ね、だからまあ人工知能的になんかっていうのがありましたよね、それは私が子供の頃に。ちょっと過大評価されてる時期が。で、人工知能でエキスパートシステムの考え方をしようと、多数の音に対応する、まあ、要するに自動化できるよと、いろんなことを。ただこういったものでも真のゲームっていうのはどうなのっていうふうにパーラさん言ってます。新しい道具だけどそれって危険あるよねと。だから要するに人間やらないんじゃそれどうなのって話ですよね、結局。でこの種のシステムはプログラムに盛り込まれて我々の自身の家庭に持つ意味を体験させる以上のことはできないという、これ時間でじゃないんだよな、なんだっけちょっと書き間違えたと思います。なんでまあこういった人工知能への熱情というのは沈静化するだろうと、一時的に流行っても。で結局2人の人間の間の躍動的なでダイナミックな相互作用を探求することとは機
械に任せやるのは別問題よねと、要するにゲームって人間がやって楽しむもんでしょっていうことを言いたいんじゃないかなと私は思いますが、時間でっていうのは事態ですか、うん、多分そうだと思うんですけどね、なんか書き間違いだな、これ多分 G でいう予測変換、うん、でこの章のまとめの、じゃあゲームって何に役に立つのって話ですね。まあ、ここまでいろいろ分析してるわけですが、結局全ての要素は何かの役に立つんですか、それって防衛関係の意思決定者の夢のお告げの代用なのとか、未来透かしてみることも可能にする神様なんですかみたいなことを振ってますね。でここでまたきついこと言ってるんだけど、ウォーゲームって子供の時の破壊的症状から成長していない戦争の積む大人の趣味なのみたいなこと、突然コスティキャンが乗り移ったみたいなこと言いますね。いや違うとは言いません私は、うん、そういう人は応援して見かけます。でこれは主にドイツの例なんだけども、ある国の新聞はホビープロの両方の上も公然と非難してると、うん、まあ西ドイツの話で、本当に西ドイツの話好きですよ、好きですよね。よっぽどショックだったんじゃない、うん、なんでアメリカでこんな流行ってるゲーム理解できないの、しかもこんな理由でみたいな、でまあ、ドイツはこれ ドイツの役所があって、まあ、あの前にやってましたよね、はい、ユーロゲームがなんでできたかっていうのに、はい、そのことなんです。若いユーザーに対して道徳的に大敗で粗悪だと決めつけたと。うん、まあそうかもしれない。でというわけで西ドイツは宣伝も販売も禁止されました。だから俺はドイツ人のこういうとこが嫌いなんだよ。大敗で道徳的に問題あるかもしれないし、物はそうかもしれないけど、なんで宣伝の販売いけない禁止に行くわけっていうのが私の意見です。表現の自由って結局あんたら夏も反省してないだろう。この頃 RPG は入るもんね、不思議な現象で、ね、だからでちょっとこれね、扱うっていう問題だと思う。しょうがないけどね。だけどその理由が道徳的な話になっちゃうからちょっと違う気がする。うん、でまあパラさんきついこと言ってるんだけど、年配のユーザーはすでに救済するの方で腐敗していたと。うんうん、ああまあまあ。まあそうなんじゃないですか。そうだと思いますよと私も。救済する望みもないことってまあきついよねでも。まあ、しょうがない人はしょうがない人だよねっていうのはあるんだけど、で悲しいことにこうした気温に該当するホビーストもプロもいる。プロがいるのが怖いんだよ。だからホビーストはいいんだけど、彼らは見たいものだけを見て、まあ、今でもネットにいっぱいいますね、そういう人。彼自身前もって抱いてた意図を確認するだけにゲームをやってると、いやと言えば、だけど視野深くて真面目な熱心に学習するゲーマーの大多数のために、これはエッジ・ジュエルのリトルウォーズから引用、これ結構実は長く引用してるけど、ここだけちょっと引っ張って書いてます、静かな時間に一人で反省するためにゲームをやる人もいると。大多数じゃないだろう。まあエッジ・ジュエルさん自体かなりきついこと言ってるみたいだよね、どうやら。でまあ、ウォーゲームの評価たちは、戦争の架空の挑戦と栄光を好み、あるいは待望することを助長すると、で戦争に従事する用意を促進していると、まあ、言われるとウェルズさん言ってるんですが、それに対してウェルズさんは上の一人で反省するための道具だよみたいなことを言ってると。うん、ただそれでリトルローズなのって話もあるんだけど、プローズはなんかそのやってるプレイ風景を見ると、いやそういうことではなくてみたいな感じですよ。感じ絶対しますよね、あれ子供の遊び。そう、子供の遊びですよね。いや悪いとは言わないけど、まあいいんですけど、そのなんかこれが戦争へ導くっていうのもそういうことでもないだろうし、そのなんか、自弁的な反省がとか言うと絶対そんなことはないだろう。でウェルズは戦争には強力な感情的でかつ次元挑戦が見出せるよということを認めてたと。それは考えてやりますからね。あと感情的に動く部分も当然あるし、でウェルズはそういったことを非難しないで、ゲームのフラグで再現することでそれをだから満たせるんじゃないってことを、まあ言ってます、言ってるそうです。正確にはでウェルズが言うように、ね、戦争というのは憎むべき問題して想像できない破壊と混乱をもたらすってことはそうですよね。今もやってるしそういうことを。でその代わりリトルウォーズっていうのは破壊を伴わずに戦争の挑戦に直面することができるっていう、まあ、そういう設定を提供して場を提供したっていう方がいいんだろうけど、
で戦争の現実が何であるか教えたと、ちょっと大げさな気はしますが、で軍人のとにとってはウォーゲームというのは訓練とか教育のために重要な部分になってますと。で平和主義者であったウェールズはゲームにだウォーゲームに熟達することと戦争の実際をいかに思うことは矛盾はしてないということを分かっていたとカラーが言ってます。まあウェールズの本読むと何だかそれは感じになりますよね。あウェールズの小説は核戦争とかガンガンあるけど、うん、戦車が出てくる概算してる感じは全くないないですね。むしろだったらまずいんじゃないみたいな。例えばなんだっけあれ解放された世界か核戦争です。解放された世界です。こんな、まあ、あれ原子力って言ってんけどそういうものが出て戦争使われたら取り返しつかないんだことになっちゃうよねみたいなことは言ってますよね。でまあ、多分それ意識してるんでしょうけど、パーラさんも次の大戦争は人類の終わりを意味してると。ちょっと最近怖いんだよね、ネットで見ると核兵器そんな威力ないんじゃないとか言って言ってるバカがいるんで、地下室にいれば助かるんじゃないとかねちょっと怖いんだよね。それ若いやつが大真面目にそんなこと考えるんだと本当に戦争になるんで、で現代でウォーゲームの必要以上の教育を受けたもの、あウォーゲームは必要以上の教育、まあ、要するに高等教育ということなんですけど、必要以上って言い方もちょっと日本でこれをこう書くとまずいよねって本当は。でまあ獣に食い尽くされないようにするためって、これは要するに第三次世界大戦で人類が破滅することがないように戦争の性質を理解するのを助ける方法として役に立つんじゃないのってことを言ってます。なるほど、まあ、実際核戦争ゲームとかあるしね、うん、この章の割り箱では、うん、ウォーゲームの有効性っていうことを次書いてます、まあ、いろんなゲームがあることがあって、まあ、ここでずら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 説明してきたわけですが、パーラーさんは、ウォーゲーミングっていうのは組織化して探求する道具だったりするし、説明する装置としても使われると。でそれが一番役に立つよと。で戦争のダイナミックな性質を研究するのにも適すると思われますと。まあ、動きはつかみますからゲームやってみると確かに、うん、で教材として使用する場合には教官は事実を示唆するだけじゃなくて学生が関わり合いを示すこと、要するに学生が考えさせること大事だということが本当は言いたいんじゃないかなと。書き方めんどくさいんだけども。で探究の道具としてはプレイヤーない人あるいは別の観察や参加者が彼の考えの妥当性を、要するに自分が前もって持っている考え方が本当にそれで良かったのかなということを突き詰めるのに役立つと。まあ深い調査に導くことができると書いてますけど、要するにより深い理解をもたらしてくれるだろうと。でこれが大事なんだけど、参加者に違った角度から現実を見ることを求め、現実のこれ環境変化でね、変化に導くことがある。まあどういうことかというと、アメリカだったらアメリカの戦争しか見えないわけだけど、ゲームやることであえてソ連側から見たりもできるわけで、相手側の立場で考えたらこうなんだっていうのは応援してあるじゃないですか。あとランダムさとか運の効果を取り入れるとなおさらウォーゲームが他の形態の知的な演習よりダイナミズム、要するになんていうか論理的に追っていった結果だけじゃないところの振り幅が出るじゃないですか、ゲームやると。まあで最後に説明の機材として、まあホビーゲームでも国語学でプレでも歴史作戦分析を伝えやすくなると、まあ、これもう今テレビとかでもあのシミュレートとかやってるんで今さら珍しいことになります。分かりやすいですよね。でこれ実際やるともっと分かりやすくなるんですけども、ウォーゲームの参加者は自動的な調子じゃないよと、プレイに参加するわけですから、でかなり新たな見解を発展させる、チャンスを提供しますと。でそれによってより詳細に歴史的作戦的定量的でまた科学的に分析を促すことができると、有効性については言っています。でこの章の最後としてウォーゲームの危険性で締めてるのはなかなか面白いなと思うんです。でも偉いですね、ただのアホゲームじゃないんだなという、ウォーゲームは現実のゲームを作ろうとしていると。で良いゲームっていうのはそれに成功してるけども、うん、これ幻覚じゃない、この幻影をもたらす幻覚というのは時に非常に悪い影響があると、下手なデザインのゲームは非現実的な質を要の情報を手に入れることになってしまうと、つまり誤った方にミスリードをどんどんしていくわけですね。
例えば武器についてですけど、プレイヤーこういった武器システムを勝ちに誤った認識を得てしまう、あ、この武器のシステムは役に立つんだとか言って実際やったら全然ダメだったみたいなことになるわけで、あ、これもだからさっき草間さんがちょっとおっしゃったことに関連してるかもしれませんね。ゲーム自体どうなのっていう意味では、で研究や分析には特定の考えとかまたプログラムを意図的にあるいは無意識のうちに、ミスリードすることが、まあ、誤ったようですから誤誘導してしまうことがあると、で結果は自己満足の予言認識、要するに自分が信じたい方に持ってっちゃうっていうのは、まあ、応援してありますけど、でプレイヤーゲームを分析したらこれをその危険性をあらかじめ気がついてないとまずいですよと、要するに絶対じゃないわけじゃないですか、シミュレートでしかなくて、で一つの見解に内在する理由が作為的に見えるならその見解っていうのは多分偽物でゲームシステム修正が必要なと、まあそれこそさっき草場さんがおっしゃった疑問に対する回答を多分パラーさん最後に書いてるんですけど、まあ今回ここまでです。で今度次回がオーゲームでデザインという章になるので、まあ、どれぐらいかちょっとまだ考えてないですけど、ユーロゲームを読み直しましたが、うん、基本的には対立はダメだからアクアイヤーをモデルにジャックヒルが、ジャックフリカ 3M 系のゲームはそれをモデルにしてるね。そんなそうですね、3M のゲームがユーロゲームの直接の祖先なので、まあその辺はそうですよね。リスクは入ってきたけど、ゲームの目的が世界征服から世界の解放に変えられていたと。なんかしばらく一本まずい気もするけど、クリープシュピールはいわゆるぶちのめされた残骸に座った時代は思いも浮かばなかった、そうですね、アバンヒルのゲームの話とか全然出てこないから本当に入んなかったと思うと、まあドイツではそうなんですよね。なんかブラビドみたいになんかこそこそやって貼ってたみたいな。一応それはなんかブラビドというかスタンド、ダスシュピールのスタンドには18禁、本当ブラビドって書いてある。入ってないと思うよ。18禁のビデオのようにカウンターの裏に慎重に扱われてる。いやありますかって言うと裏が持ってくる。ドイツでそうだからね、東ドイツだとボードゲームってたまにこう警察が摘発されたりしたんだろうね。西ドイツってでも別に全然ポルノ雑誌とか普通に気をつけてその辺に置いてあるんですよ。うん、だからその辺よりも扱いがだからなっていうか悪いんですよ。まあナチス側をプレイするわけだから2対戦あるとか必然的に、まあね、そうなるよ、まあダメでしょ、必然的にそれやっちゃうわけだもんね。